今回はですね、開店前に台東ステーションさんにお邪魔しております。え、なんですか、めっちゃ前ですけど。あ、マジか。よっしゃ、やった、取れました。さぞ美味しいんでしょうね。わー、すげー、うんち、かわいい、こういうの好き。なんかね、さっきね、あっちにね、面白そうなのあったんだよね。見て、どれどれ、サーティワンのアイスクリーム。え、UFO キャッチャーで。サーティワンではありませんでした。アイスクリームメーカー。そうです、アイスクリームメーカー取りたいんですよ、私は。よし、やってみよう。先行ここじゃんけんしますか。はい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしゃ。これ難しそうなの。でもしたら、やばい、失敗した。わ、やばい、失敗した。なにこれ、なにこれ、意味わかんないんだよ。見えないものを取ってる。そう、自爆るよ、釣り上げようとした。とりあえず初回はね、3回交代ですから。これは、ちょっと待って、待って、待って、これ出ちゃう、あれ、ちょっと出ちゃうかな。自爆で3匹目。じゃあこれを取って差し上げましょう。欲しいでしょ。欲しい。お家でアイスクリーム作らせてあげる。3回ですよ。あ、ホタルこっち行くんだ。こっちの方がなんか良さそう。確かに一発目入れやがった。あ、これあれだ、回数を重ねてずらしていくパターンだ。だね。やばい、あれ、私と同じ技。全然ダメでした。かっこいいよ、渡るくん。すげー、イケメンよ、栃木の色男。チェンジ。じゃあ、取って差し上げます。そっか、ここに来てみた。分かった、分かった。おぉ、おぉ、もちろん本気でいくから、待って。分かった、いったいた、よし。で、待って、これさ、すごいさ、時間かかるかも。3回ずつ交代しよう、また。はい。ちょっといいこと思いついたよ。あのね、穴を行かないんですよ。本体行くんですよ。あ、欲しい。欲しい、分かった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 。これ分かったよ。本体を行くんだよ。いける。あ、はい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 。3回行っちゃったから、渡るくんだ。行くぞ。はい。穴に入れます。切ろうと思うなよ。ずれた、やばい、ずれた。絶望的だ。こんなこと言ってるからですよ。結構リオイス、お、わお、結構ずれた。あー、これマジで難しい。私は穴じゃなくて本体いきます。はい、オッケー。え、ちょっと思ったの違った。あ、これ難しいよ。ダメだ、ダメ。絶対これ穴だと思う。穴だな、やっぱり。分かった、分かった、分かった。もうおとなしく穴に行きます。あー、でも違うんだよな。いや、ずれる。あー、なんで、ほら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 、きついぞこれ。アドバイス、ほら、アドバイスいただけますか。すみません。ある程度前に出てきたら、はい、ちょっと変わった狙い方として、例えばですけど、このぐらいに出てきたらこの辺りをあえて押しちゃうみたいなのもあるんですけど、はい、ちょっと一応上に向けて狙いやすくしとくので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また難しかったら言わせてください。ありがとうございます。絶対取れる、分かった。もう見えた、見えた、見えた。マジで、なんだ今の。やったー、すごいですね今の。いや、ね、サポートのおかげです。ってことで今何対な、3対 2? 3対1でしょ。あ、そっか、3対1だよ。貸し切りしてる時間あと20分ぐらいだね。やばいじゃん。あっ、あっ、違う、かわいい。え、でも私部屋にさ、ピカチュウいるからさ、かだからイーブイ行った方がいいかな。個人的にイーブイめっちゃ欲しい。これあれだ、ティッシュのやつだよね。そうそうそう。え、欲しい欲しい。じゃあ、いきます。もうこれは手堅く一発目からヒント引いていた方がいいかも。確かに。いいですか、
もう私失敗したくないんで過ちを犯したくないから。こうずらしてもらいながら斜めにして斜めにして間に落とすようなイメージ。斜めにして斜めにして上げる。そうですね。なんで片方でこう手前を引っ掛けて、今度逆にこっちで引っ掛けてっていう感じでずらしながら落としてもらう感じ。高等テクニックはまたちょっと邪魔しないように少し避けとくので。 ありがとうございます。あと難しかったりちょっと積んじゃった感ありましたら呼んでもらったらすぐ参ります。わかりました。多分いつも積むんで待って、あと1000円ぐらい。じゃあいきます。お願いします。うん、いけるか、いけるか。パーフェクト難しいな。でもこれいけるじゃん。これ初めて300円以内でいくかもしれない。 OK、 いった。あ、押し込めばよかったかな。あ、分かった。ラスト1回で決めてね。いける、これは。これいける。これがこんぐらい開くから可動域いったね。いったね、これすごいじゃん。その笑顔やめろやめろ、それやめろ。やった取れました。嬉しいですか。まだ嬉しい嬉しい。これで3対2だね。あ、まだ負けてんだ。まだ負けてる。はいよ、私取ったから、渡るくん好きなの選んでいいよ。じゃあ次ちょっとね、お菓子行きたいな。あ、いいですよ。気になったのが一つ。はい。カロリーメイトがあったんですよ。おぉ、あれじゃん。これ渡る個人的に食べたいんですよ。じゃあ先行、これやっていいっすか。あ、いいですよ。いただきます。これ多分めちゃくちゃ楽しいと思う。はい。映像が期待してます。これでいったんじゃないでしょうか。こんな簡単にいく。ここだね。ほんと？うん。おお。ほら、ちょっとずれてる。あ、すごいわ。なるほど。やばい、これ次で取らないとやばい。これ取らなかったら同点ですから、実質。私負け決定だもんな。頼む。うわー、やった、いけんじゃねこれ。落ちるでしょ。ほら。これやれじゃん。私負けじゃん、絶対。でもおめでとう。ありがとうございます。嬉しい。すごいね。これ私もう食べたいでしょ、もう。食べたい。食べよう一緒に。よし、じゃあ次行こう。はい。時間的にラストだよね、もう。そうだね。ってことはもう負け決定じゃん。負け決定ですね。あー、カービィかわいいな、欲しいな。かわいいね。めっちゃかわいい。でもカービィ欲しい。いいんじゃないの、カービィ。ドラえもんもあるよ。でもドラえもんよりカービィが欲しい。どうした？もう負け決定だからさ、私取っていい、これ。いいよ、いいよ。思う存分楽しんで。思う存分楽しみます。さあ、どうでしょう。おお、え、すごくない？最後に力発揮する、尻上がりタイプ。いけると思わせといて、スターが引っかかってんのかな、これ。だからスターを後ろ上から、あ、ダメだ、押し潰す。え、これ欲しいな。あー、なんとなく分かったのが、多分グッていくんじゃない、これ、うん、ちょっとやってみようか、次で、これでグッと押し込む、スターのところに。あ、惜しい。そうだね、ここそうだね、そうだよね。あ、キープされちゃう、キープされちゃう。あー、やばい、やっぱあと5分ぐらいです。やばい、ダメ。あー、え、ここ。あ、戻っちゃう。手が引っかかってる。なんだこれ、これでも押し込む感じですか。スターがなんか引っかかっちゃうんです。いや、もう手だね、手。今タビーちゃんの右手がまだ引っかかってるので、これをなんとかできれば押し込めると思うんですけど、もうちょっとだけ前引っ掛けてもらって、バランスを崩した後、グッと
見てもらえれば。あ、もっともこっち側に。そうですね、もうちょっとこっちに寄せてもらって。こっちに寄せて、ストン。なるほど。え、これ。あ、あ。でももういけると思うよ。本当？あと400円。腰のね、頭を押せばいい。腰の頭？うん、上の部分。これ？うん。うわ、いかないこれは弾力があるな。うわ、これきつい。これでとか。お、お。待ってよ。さ、手が引っかかってんだ。あ、あと300円、あと300円。やばいやばい、なんか大人の人がどんどん集まってきた。やばいな、これはもうそろそろ終わりというそういう空気感を出してるってやつか。大人って怖い。頑張れ。よし、スター。あ、手だよ。あ、あと200円。あと200円やっていいですか。心優しいスタッフさんのご協力やります。オッケー。これはどうかな。あと100円で残りゲット。でかっ。でかいね。すげえ、星のカービィゲット。おめでとう。あ、めっちゃ嬉しい。これ見てください、渡るくんと私のコインの差。渡るくんこっちです。はい、で、青くかんこっちです。どうでしょう、この差。まあ余裕で勝ったって感じかな。そうですね。じゃあ私の圧で一発ギャグを見せますよ。そうですね。はい、ということで今回1万円お互い5千円ずつ分けて2時間プレイゲームにチャレンジしたんですけども、わたるくんはうまい棒とアイスクリームとピカチュウとカロリーメイト4。で、青くかのんがカービィとピーブイと吉永4対3。しかも、もう見ての通りこんだけ大差をつけて負けたので、宣言通りですね、青くかのん罰ゲームやさせていただきます。お願いします。ということで、私がやらさせていただく罰ゲームは中学時代からの一発ギャグです。プーさんのモノマネをさせていただきます。ということで、今回はクレーンゲーム、こんなにたくさん、ほとんどわたるくんが撮ったんですけども、楽しむことができました。斉藤ステーションさん、ありがとうございます。ということで、皆さんもぜひ遊びに来てね。詳細は画面の下にありますので、そちらをチェックしてください。今回の動画が少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、あと、私のインスタグラムとわたるくんのノートも、画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ、カノンさん、罰ゲームでプーさんのモノマネお願いします。